高橋新さあ刑事訴訟法が一段落したので今回の動画から民法についてはこれまで扱ってきた刑法や刑事訴訟法と比べるとイメージがしづらいと思いますので後に回してきました。 まあ、刑法や刑事訴訟法は、大まかに言うと犯罪の事後処理についてのルールを定めたものなので、フィクションでも見る機会が多いでしょうから、イメージはしやすいと思うんです。他方で民法は、フィクションや報道でもなかなか触れる機会が少ないでしょうから、イメージがしづらいと思うんです。では、民法は何なのかというと、これはなかなか一言で言うのが難しいです。それはなぜかと問われれば、 えー、いろいろ毛色の違うというか分野の違うルールが民法という一つの法律にひとまとめになってるからなんですね。まあそのいろいろと種類の違うルールの最大公約数だけを抽出していくと人間と人間の関係についてのルールというのが民法になると思います。 ね、ここまで漠然とした説明しかできないんですねだから分かりにくいんですよ民法はもう少し詳しく説明します実は人間と人間の関係についてのルールは法律で定めなくても自分たちで作ることができます A さんと B さんの関係についてのルールは A さんと B さんの合意で作ることができますこのルールを契約と言います じゃあ民法はいらないじゃないかと思ったあなたは鋭いですね。契約による市民の自治に任せておけばわざわざ上から法律を作ってやる必要はないというふうにも見えるんですが実はそうでもないんですね。まず契約がない分野というのがあります。 典型例としては交通事故みたいな事故の場合です。例えば A さんが運転する車が歩いている B さんを引いてしまったという場合に A さんと B さんの間には契約は当然ありません。ただこういう場合に何にもないのかというとそんなことはなくて事故を起こしてしまった以上 A さんは基本的に B さんに損害賠償というものをしなければならなくなります。それについては 契約がない以上、法律でで事前にルールーを決めておく必要ががあるわけですね。契約がない分野のもう一つの典型例が家族法という分野です。この家族法というのは民法の後半の2編第4編親族法と第5編相続法を合わせた概念です。A さんと B さんの間に家族親族関係みたいな血縁関係があるというだけで、 この二人の間に契約がなくても一定の法的効果が発生するようになっているんです。例えば A さんと B さんが親子、A さんが B さんの親ということであれば A さんには親権というものが発生しますし A さんが死ねば相続が発生して B さんは A さんの遺産に対する一定の法的権利を得ます。これは A さん B さんの間に契約がなくても発生する法的効果です。 とまあここまではいいと思うんですが実は民法には契約の分野におけるルールもたくさんありますそこでまた最初の疑問に戻ってきます人間と人間の関係は契約があれば契約に任せておけばいいのになんで民法で契約のことまで定めておく必要があるんでしょうかこれはいろいろな説明の仕方がありますが、まあ、まずいくら契約とは言ってもやっちゃいかんことっていうのは あるわけですねそれはやっちゃいかんよと法律に書いておく必要がありますまあやっちゃいかんことっていうのは刑法の方が実は専門なんですが民法にも書いてあるわけですまず民法にも詐欺はダメよという規定があってこのルールを破って詐欺が行われてしまった場合の事後処理についてもルールがありますただ当然刑法にも詐欺罪の規定はあります じゃあ刑法とと民法が定めていることにはどういうういい違があるのでしょうか。刑法はこれまで何度も説明してきた通りあくまで刑罰を定めた法律なので国家が詐欺をやった人に対してどれぐらいの刑罰を科せるのかということを定めたものにすぎませんいわば国家と人間との関係についてのルールです。 他方で民法はさっきも言った通り人間と人間の関係についての法律なんです。だから例えば A さんが B さんに詐欺を働いて偽物の壺を本物だと嘘を言って100万円で売ったとしましょう。そうすると、 A さんは B さんに詐欺を働いたわけですが、この壺の売買契約がどうなるのかとか、B さんが払った100万円がどうなるのかとかっていうのは、あくまで A さんと B さんの人間同士の関係についての話なので、民法で定めておく必要があるということです。刑法はこの辺については何にも定めていません。 ここまでがやってはダメなこととそれが行われてしまった場合の事後処理についてのルールという話でしたが実は契約分野において民法の定めがある意味はもう一つありますそれはですねいくら契約とはいえ全てを定めきれるわけではないからなんです例えば A さんが自分が所有しているビルを B さんに売る契約売買契約を結ぶとしましょう まあビルぐらい高いものの売買となると普通きちんと契約書を作って細部までとことん詰めていくんですがそれでも全てを定めきれるわけではありません、まあ、実際契約書を作ってから B さんにビルを引き渡すまでにゴジラが現れてこのビルが倒壊してしまったらどうなるのかとかいうことは定めないでしょう普通ゴジラじゃなくてガメラだったらどうするのか カメラじゃなくてバルタン星人だったらどうするのかとかっていうことを考えていくとキリがないんです。例外的な事象っていうのは無限の広がりを持っています。実際の契約交渉の場で A さんや B さんがゴジラがどうのとかガメラがどうのとか言い出したら相手から確実になんだこいつと思われることでしょう。 例外的事象について全てを事前に予測して定め切ることはできないんです。それは無限であるから不可能であるとともに契約交渉自体を壊しかねないからです。もう一つの例を出すと、例えば結婚です。結婚が実は契約かどうかは 争いがあるんですが憲法に一応合意によって行われると書いてあるので契約的な側面は間違いなく持っているものですこの結婚という契約を締結するにあたり細部にまでこだわっていたらどうなるでしょうか今の仕事辞めて年収が下がったら離婚するとか部屋の中で部屋をこいたら離婚するとか姑がしつこく干渉してきたら離婚するとかそんな条項を事前に入れておこうなんて言われたら気持ち 冷めるんじゃないですかそれと同じ話ですだから人間同士の契約だけに任せていると全てを定め切ることはできないんですがこういう例外的事象っていうのはどうしても起きるんですね起きるから紛争になるんですそういう例外的事象についての処理を契約に任せておくことはできない以上民法法律の方でデフォルトのルールというものを定めておく必要が ありますそれが契約について民法が存在する意義のもう一つ目です考えてみると皆さん実は日常生活の中でいろいろな細かい契約をしています恋人に何かプレゼントをすればそれは贈与契約ですし友達から1000円貸してと言われて1000円を貸したのであればそれは金銭消費対策というお金の貸し借りの契約になりますこういうい日常的な契約は さっきのビルの売買みたいなでかい契約と比べると圧倒的にラフな合意しかされていないことが多いですビルの売買の契約なら買い主が金を払わなかったらどうするかみたいなことは普通定めておきますが友達の間の金の貸し借りで返さなかったらどうするかみたいなことは普通は合意をしないと思いますこういうところを見ても契約というのは意外といいかげんなものだから 合意がない細部についてのデフォルトのルールを法律で定めておく必要があるんだよというのは分かっていただけると思います。さて、ここまでが前置きでして、今回は民法の具体的なテーマの一つとして、契約自由の原則というものを扱いたいと思います。と言っても、実は大した話ではありません。契約自由の原則というのは、その名の通りで、 契約は自由ですよということです。具体的に何が自由かというと、まずそもそも契約を結ぶかどうか、締結するかどうかは自由です。次に、契約を誰と結んでも自由です。誰と契約を締結するかは全ての人が自由に決めることができます。続いて、契約の内容も自由です。どんな内容の契約を結ぼうと、 契約当事者全員が合意できているのであればそれは自由なんです次に契約の方式も自由ですまあやり方は何でもいいということですね書面で結んでも口頭で結んでもいいということですそう契約って口頭で締結してもいいんです契約書がないと仮に後で揉めて裁判になった時にそういう契約があったということを立証するのが難しくなるというだけの話に過ぎません 口頭であっても、立証ができれば契約自体は有効に成立したと判断されるのが原則です。なんで契約自由の原則というものが認められているのかについては、あんまり詳しい話はしませんが、これについては、人間の自由をできるだけ認めるためというよりは、経済活動はできるだけ自由に、 させた方が社会や経済が発展するとその昔考えられていたからだそうですじゃあこの契約自由の原則の根拠条文があるのかというと実ははっきりとしたものはないんですね日本の基本法はこういう基本的な原則ははっきりとした条文を置いてないことが多いです一応この契約自由の原則が読み取れると言われているのが民法91条です読みますよ 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときはその意思に従う。またこれが分かりにくい条文なんですね。まず最初の法律行為というのが何なのかを説明しだすとまた長くなるのでこれが契約だと思ってもらっていいです。契約は法律行為の一種です。 で、この後半がどういう意味かというとですね、さっき説明しましたね、民法の契約に関するルールは2種類ありました。やってはいけないことを定めたルールと、当事者間の合意がない部分についてのデフォルトのルールです。この2つのうち、前者、やってはいけないことを契約でやるように定めるのはダメだけど、後者、デフォルトルールの方と違うルールを、 契約当事者が協議して定めるのは別にいいですよっていうことです考えてみればそうですよね後者はあくまで合意がない場合のデフォルトルールなのでそこに関して詳しい合意を当事者が自分たちでするのはそれは全面的に OK よということですデフォルトルールはあるけどそれと違うように定めるのは別に自由ですよっていうことなのでこれは契約内容の自由 の一つのつれですよね。とまあこれが契約自由の原則の具体的な内容ですがこれはあくまで原則です何もかも自由にして放任するといろいろな弊害が生じるということが歴史的に学ばれてきたのでその後契約自由の原則は調整をされていろいろな例外ができています例えば先ほど契約自由の原則の 4つの自由を挙げましたが、方式の自由に関しては、書面を作らないと、つまり契約書を作らないと、契約自体もそもそも有効に成立しないよという契約がいくつか例外としてあります。保証契約、保証人になる契約はその1つです。これは民法に明確な条文があります。446条2項です。保証契約は書面でしなければその効力を生じない。 とあります内容の自由に関してもいっぱい例外があります大きな分野が労働法ですね労働分野において結ばれる契約は雇用契約という名前ですが雇う側と雇われる側の契約になりますただ普通雇う側の方がお金を持っていて立場が強いので その強い立場を利用して雇われる側を長時間低賃金で働かせるみたいな搾取が横行してきた歴史があるわけです。故に労働時間の上限であるとか最低賃金であるとかを労働法は定めています。これに反する契約は原則的に無効になります。契約の内容は全く自由ではなくなっているわけです。国家による規制が入っているわけですね。 そしてもう一つの例が公助両俗に反する契約というものです。これはむしろ契約に関する民法の二つのルールのうちのやってはいけないことの方に属するものです。典型例として挙げられるのが殺人契約であるとか売春契約であるとか既婚者の愛人契約であるとか人身売買契約であるとかそういうものです。 じゃあなぜ売春はダメなのかということを今回説明したかったのですが動画が長くなりすぎたのでそれは次回に回しますすみませんではまた次回お会いしましょうさようなら